来期出場権を獲得。旧シリーズ最終予選会で5位。来期出場権を獲得。米女子ゴルフツアーの来期シード権をかけた最終予選会は11日。最終第8ラウンドが行われた。かつ、南は通算24アンダーの5位で来期出場権を獲得。インスタグラムで嬉しい境中を明かすと。 多くの女子ゴルファーから祝福が届いている。8日間にわたった旧シリーズ。勝ちは1位1位からスタートした最終日で6バーディ。ノーボギーで5位に順位を上げた。勝ちはインスタグラムを更新し、突破したもののみに送られる恒例の記念カードを持った笑顔の写真を掲載。南イカツに本女子プロゴルフ協会メンバーと記されており、文面では US 日本女子プロゴルフ協会の出場権、ゲットしました。最高に嬉しいですと報告した。関係者や家族、ファンへの感謝も記した価値。レベルアップしてアメリカツアーに臨むために、このオフの期間、大切に過ごしたいと思いますと締めくくった投稿には、これまでこう削ってきた女子ゴルファーたちから多くの祝福が届いている。 同い年の川本ゆ衣からは、ナイスプレイ。かっこよすぎ、後輩の吉田優うからは、お疲れ様でした。ナイスプレイでした。先輩の若葉姉妹き子からも、ナイスプレイとの声が寄せられ。万を持してのベーツアー挑戦。まずは、第一関門の旧シリーズを、素晴らしい結果でクリアしましたね。お母様の支援も素晴らしいです。黄金世代では、畑岡なサプロ。 かつ、南プロがやはりトップランナー。これまでの歩んできた道は違ったけれど、国内できちんと実績を積んで、飛距離アップ、筋力アップ、いろんなスキルアップの上の挑戦に期待しています。畑岡奈紗、渋野雛子、佐藤ゆか、古江彩葉、そして新たに勝南、西村ゆなと、来季は本当に楽しみです。 日本人選手だけでも10勝以上を期待してます。できればメジャー3勝目も。ほんと期待感しかない。かっちゃんのレアカード獲得はすごいけど、24アンダーでも上に4人もいるのがすごい。かなりのレベル。日本ではぶっちぎりで1位でも上にまだいる。これが彼女たちが挑戦したくなる理由だろう。300ヤード飛ばす女子もいるとか、 世界のあらゆる国から腕自慢が集まってくる。かっちゃん頑張れ。それにしても、稲見はなぜ行かない。複数シードを持っているのに、経験って大事だよ。祝福される裏側にいる西村ゆなプロ。辛いよね。この悔しさを糧に、来シーズンは日本で頑張ってください。なぜ、激レアカードなのか理由も明記して欲しかった。勝ちは勝つ。 来期出場権を獲得。旧シリーズ最終予選会で5位。来期出場権を獲得。米女子ゴルフツアーの来期シード権をかけた最終予選会は11日。最終第8ラウンドが行われた。かつ、南は通算24アンダーの5位で来期出場権を獲得。インスタグラムで嬉しい境中を明かすと、多くの女子ゴルファーから祝福が届いている。 8日間にわたった旧シリーズ。勝ちは1位1位からスタートした最終日で6バーディ。ノーボギーで5位に順位を上げた。勝ちはインスタグラムを更新し、突破した者の,のみに送られる恒例の記念カードを持った笑顔の写真を掲載。南カツに本女子プロゴルフ協会メンバーと記されており、文面では US 日本女子プロゴルフ協会の出場権、ゲットしました。 最高に嬉しいですと報告した。関係者や家族、ファンへの感謝も記した価値。レベルアップしてアメリカツアーに臨むために、このオフの期間、大切に過ごしたいと思いますと締めくくった投稿には、これまでこう削ってきた女子ゴルファーたちから多くの祝福が届いている。同い年の川本結衣からはナイスプレーかっこよすぎ、後輩の吉田優里からは、 お疲れ様でした。ナイスプレーでした。先輩の若葉や姉妹きねこからもナイスプレーとの声が寄せられ。同じ黄金世代の渋野ひなこもハートが燃え上がる絵文字を5つ並べて祝福を込めた。<タッ> THANSWETR 編集部。万を持してのベーツアー挑戦。まずは第一関門の旧シリーズを素晴らしい結果でクリアしましたね。 お母様の支援も素晴らしいです。黄金世代では、畑岡なさプロ。かつ、南プロがやはりトップランナー。これまでの歩んできた道は、違ったけれど。国内できちんと実績を積んで、飛距離アップ、筋力アップ、いろんなスキルアップの上の挑戦に期待しています。畑岡奈紗、渋野ひな子、佐藤ゆか、古江あや そして新たに勝みなみ、西村優なと、来季は本当に楽しみです。日本人選手だけでも10勝以上を期待してます。できればメジャー3勝目も。ほんと期待感しかない。かっちゃんのレアカード獲得はすごいけど、24アンダーでも上に4人もいるのがすごい。かなりのレベル。日本ではぶっちぎりで1位でも上にまだいる。 これが彼女たちが挑戦したくなる理由だろう。300ヤード飛ばす女子もいるとか、世界のあらゆる国から腕自慢が集まってくる。かっちゃん頑張れ。それにしても、稲見はなぜ行かない。複数シードを持っているのに、経験って大事だよ。祝福される裏側にいる西村優なプロ。辛いよね。この悔しさを糧に、来シーズンは日本で頑張ってください。 なぜ、激レアカードなのか理由も明記して欲しかった。勝ちは勝つ。